干し柿食べて怒られる？名古屋市の河村隆市長がかじっているのは道場八夜柿といわれる岐阜県美濃加茂市特産の高級干し柿。この干し柿はヘタを取って8つに裂いて食べるのが美味しい食べ方とされているのだが、河村市長はそのままガブリ。これに対し干し柿の生産者でもある酒井文芳市議がクレームを入れた。千年の歴史のある本当に尊い干し柿だもんですから、まあ、本当に金メダルみたいなもんですよね。正しい食べ方で食べてもらうのが本当の PR じゃないか、生産者は侮辱されたっていうふうに、感じられた人もいますし。このクレームに対し美濃加茂市の藤井博人市長が陳謝。河村市長には PR のための対応をしていただいただけで、撮影時に食べ方を改めてお伝えしきれなかった私の落ち度です。なんなことやねー、なんなことやねー。食べ方なんて人それぞれだと正直思うのだが、河村市長はどう思っているのか。取材オファーをしたら受けてくれた。なんで侮辱せなあの味が、こんな梅や柿作っとらせる人想像もできんでさ、こっからずらい梅やものをガブッと一口で食べる方がかえって、まあ、敬意をそう表すようなもんでね。今回の騒動で一昨年の金メダル騒動を思い起こした人も多かったはず。教室に来るソフトボールの選手だけど、みんな大体カチンカチンなんですよ。大体セレモニー的になって盛り上げようと、他の人も教室に来るとみんなそういう気持ちで接しとるけどね、僕の首にかかっとるんですよ金メダル。まあとっさのこととて、まあなんちゅうか魔が差すと言いますか、まあ申し訳にはないって言っとるわけだけど。昨年11月には卑猥なハンドサイン騒動で謝罪したことも。ちょっとこうなんか指をやったでしょ、 0.0 何秒か知らんけど、こうああいうふうになったということだけども、まあわしもおちょこちょいなもんだでよ、だけどまあみんなで盛り上がらんかしら思ってですね、あれも全然その場は何にもなかったですよ。夕方帰ってくるかなんかの時に師匠実はなんとか言って、もはや記念撮影自体が危険なのかも。今気付けとるけど、面白いなってはいかんがね、人間はフレンドリーでね、と税金で食っとるのはパブリックサーバントなんであってですね、税金を払っとる人を尊重するとどっちかや、そのスタンスは絶対変えません。また危険な目に遭うのかどうか知らんけど、わしもこれ800万で日本で一番給料の安い市長だけど、ほんでお金作って減税して皆さんに返しとるんだけど、まあ、誰も褒めてくれへんで、まあ、酒の真似やっとるんけどね。これ三子もね、初めてお葬式にいた時ね、お焼香は食べた、前の人がね、ご馳走様でしたとか言っていとるのはね、ご馳走様でしたと聞こえたんです。それでお焼香食べちゃった、はっきり言ってね、美味しくない酸っぱい。ジュニアさんね、絶対お焼香ね食べてダメだよ美味しくないよ。こんにちは、今週もアベマ的ニュースショーよろしくお願いします。地上波とは違った的外れの目線で今日もニュースをバシバシ切っていきます。河村市長は1回メダルかじっちゃったばかりに、ね、柿、うん、でこんなに言われてお気の毒だなって思います。柿はね、私もガブって言っちゃいますよ。ねえ、松井さんいかがでしょうか。まあ彼面白いやつだからね、はいはい、全部あげ出したられる要素があるんで、ちょっとかわいそうな気もしますけどね。伝説の三根さんのネタをご本人の口から聞けて嬉しかったです、ねね、はい、まだ鮮度あるんですね。最後までご視聴いただきありがとうございます。テレビ朝日アナウンサーの田中萌です。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。